皆さんどうもこんにちは。今回ご紹介するのはバイオハザードのヘリの墜落率というよりは開発元のカプコンのヘリ、カプコン製のヘリは非常によく墜落します。今回ご紹介するバイオハザードシリーズに始まり、その他の作品ディノクライシスやデッドライジングなどなど、これらの作品に登場するヘリコプター十中八九墜落不快、もはやポンコツ整備士が一連の作品の裏方として存在しているとしか思えないほどの墜落率。そのヘリコプターの墜落の原因は基本的にはエンジントラブルとか敵襲、あとはバイオハザードであればヘリの中にもともと入り込んでいたと思われる感染者や敵のロケランなどの直撃、助けに来た生存者がまあなんやかんや錯乱したり、とにかく様々なパターンで墜落します。その異常な墜落率をひねくり、ゲーマーの人々は安心と信頼のカプコンヘリ読んでいます。特にゲームのストーリー中盤以降、ゲーム内の謎の真相を解明する前であれば 99% 近い確率でヘリコプターが墜落、この時点でもし墜落していなければ落ちへんのかーいという逆転のショックさえも生まれてしまうほどのカプコンヘリ。そんなカプコンヘリですが、登場すれば必ずしも墜落するわけではなく、ラスボスを倒した主人公が脱出するための場合は墜落しないことが多い傾向にあったりなかったり。今回はそんなカプコンヘリの中でも最も墜落していると思われるバイオハザードシリーズの墜落率を計算していきたいと思います。では行こう。初代バイオハザード、初っ端から一気に墜落するのかと思いきや、実は初代バイオハザードは墜落するシーンがございません。しかしご心配なさらず、ブラボーチームのヘリがゲーム開始前にすでに墜落しています。ブラボーチーム1個は本作の現場近くの森でエンジントラブルを起こし、ヘリコプターは墜落。バイオハザード2、警察署にたどり着いた主人公が最初に入った敷地、それが警察署の屋上でした。ふと空を見上げると警察の所属のヘリが飛来してくるわけです。ヘリのサーチライトが照らすは屋上で一人救出を持つ小太りの男性警官エリオット・エドワード。彼はヘリに助けを求めますが、狭い屋上への着陸は無理、ヘリは代わりにはしごを下ろし始めましたが、エリオットの背後に2体のゾンビの影。エリオットは恐怖に叫びながらサブマシンガンをぶっ放しますが、どれも決定打にはならず、ついにはゾンビに取りつかれ押し倒されながらもエリオットはサブマシンガンを発砲し続けるわけですが、弾丸はゾンビではなく上空のヘリに直撃、機体を貫通しパイロットは哀れ蜂の巣に。コントロールを失ったヘリはぐるぐる回って、やがてエリオットを貪るゾンビたちの元へ落ちてき、凄まじい爆発を起こし墜落しました。バイオハザード3、中盤時計塔において主人公ジルたちが呼んだ脱出用ヘリが到着、しかし墜落者のロケランにより撃ち落とされ撃墜。その後の終盤のニコライの乗ったヘリが登場しますが、そこでライブセレクションが起こり、選択次第ではニコライヘリと戦闘になり、勝利するとヘリは墜落。バイオハザード4、本作の舞台はラクーンシティを離れたものの、ヘリの呪いは消えません。なんかアナザーの呪いみたいな感じになってきた。最初の墜落はチャプター2のハニガンからの通信で、レオンとアシュリーを救助に向かったヘリが何者かによって墜落されたとの連絡が入ります。とうとう登場前に墜落。そして次は孤島終盤において、レオンの援護に駆けつけたマイクのヘリが登場、機銃やミサイルなどその圧倒的な火力でレオンを援護するわけですが、ブラックホークダウンよろしく、これがあったらいっぱい飲みに行こうぜ、いい店知ってるんだと盛大に死亡フラグをぶっ立てた直後、ガナードの放ったロケランがヘリの脇腹にクリーンヒット、あえなく崖下へ墜落。バイオハザード5、本作序盤にて核の乗ったヘリが登場、マジリの群れや障害物をミサイルで吹き飛ばすなど活躍を見せますが、その後キペペオの群れに囲まれあえなく墜落。オルタナティブエディションでの追加エピソード、デスパレートエスケープでは、終盤、タグというパイロットが操縦するヘリが迎えに来てくれて、ジョシュとジルは脱出します。そしてラストでクリスとシェバも拾って生還。主人公が脱出に使うヘリであるため、落とされなかったというジレンマを体験できます。バイオハザード6、本作でのヘリの墜落数はシリーズ最多となっております。この作品は主人公ペアごとにストーリーがありますが、各ストーリーで必ずヘリが墜落するという悲惨さ。クリセン、序盤で RPG で墜落。
ジェイク編、ジェイクらを追いかけ回すネオアンブレラの攻撃ヘリが墜落。エイダ編、エイダを妨害するネオアンブレラのヘリコプター部隊が墜落。レオン編、中国でレオンらが乗り込んだヘリが墜落。登場人物が乗り、アナザーなら死んでたレベルに、カプコンなら墜落していたレベルの墜落率。主人公が乗るだけで墜落フラグ。そしてバイオハザード7、なんと本作ヘリが落ちません。エンディングでは主人公を助けるためにクリスの引き流チームがヘリで来ます。その後ヘリの映像が流れますが、なんと無事に離陸し、そのままエンドロールへ。早落ちろと思いながら眺めていた人も多いのではないでしょうか。バイオハザード0。初代バイオハザードですでに墜落していたブラボーチームのヘリの一部始終が明らかになります。アークレイ山地で飛んでいたブラボーチーム。しかし、いつものエンジントラブルが発生し、山中に不時着。その後、ブラボーチームはレベッカを残して全滅してしまいますが、墜落したわけではないので、本作はカウント0。バイオハザードコードペロ。今回はヘリで脱出するということもなく、珍しく撃墜もされません。しかし、オープニングムービーでクレオを追撃するヘリの姿を見れます。バイオハザードアウトブレイクファイル2。本作の最初のシナリオである方向で4時間ごとに救助ヘリを派遣するという避難誘告を見た主人公たちは避難所へ向かうことになり、ようやくたどり着くのですが、ヘリはすでに墜落。もう一つの登場は最後のシナリオの突破にて、みんな大好きロドリゲス。ヘリで脱出エンドの2種類。ヘリが飛び去って乗れないために別ルートを進行して脱出エンドが2種類ありますが、本作はどのエンディングでも死なない上に撃墜されないという奇跡を達成。バイオハザードリベレーションズ。本作終盤、沈没寸前な上に自爆装置の作動が迫っているというかなりヤバい状況のクイーンゼノビアからジルとクリスを救出するためのヘリが来るのですが、交番のヘリポートに着地していたところ出現した超巨大マラコーダにより叩き潰され、ヘリは破壊。バイオハザードリベレーションズ2。本作のエピソード2クレア編にて、量産の外れで放置されているヘリコプターを発見。修理のための道具やパーツを探すことになり、市街地の塔の近くにたどり着いた一行の前に修理が完了したヘリコプターに乗ったゲイルが現れるのですが、しかし動作不良を起こしビルに激突。ということでバイオハザード12作のうち墜落率はなんと13回。作品中墜落率 108% という確率でヘリは墜落する模様。まあ6で墜落稼ぎしているようなものですね。今後発売されるであろう8は何回墜落してくれるのか楽しみ。なぜこんなにもヘリが墜落させられるのか。ファイナルファンタジー流崖や橋などから落ちてしまう主人公並みにヘリの墜落率が高い。メイドインジャパンのヘリを扱ってほしいものです。じゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラムもやってるんで登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。え、お前ら最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あと、ツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なので、コメント欄でネタをください。まあ、とりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あと、チャンネル登録をした後、なんか通知マークをオンにしてくれたら、俺が投稿するとき君たちに通知が行くので、ぜひ、そこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。